はい、清富士です今日はタイトルに挙げました「宗教と芸術」というニュースアートから読み解く宗教と芸術ということで、えー、まあちょっと気軽に話を聞いていただけたらと思います。東京国立博物館で、えー、3月10日まで開催しています、ね「本阿弥光悦の大宇宙」というね光悦は基本的にはこの信仰心宗教というのを切り離して 一切アートというのは語れないというものだと思っています。今日はその側面から、えーと僕の独自の見方でこの美術展と、えー、本編光悦並びに光悦を外するね、平井総達を外するリンパへの流れっていうのをちょっと読み解きたいと思っています。多分あの NHK の番組であるとかでですね、たくさんこの本編と光悦の特集が組まれているので、えーと基本的には基礎情報をそちらの方にお任せするとして。 えっと、ある意味語られないというか知られざるーアートの見方。そして、えっ、ー、と、アートから読み解く宗教と芸術というところに話を進めていきたいと思います。えー、これね、展覧会のタイトルになっている大宇宙です。なぜ大宇宙なのかっていうのが後でわかると思います。これがね、えっ、ー、と、 まあ、高越の代表作になってておりますす船橋巻すり箱という、うん、国宝を指定されているものですこれ何かあの教科書等で見たことあるかもしれませんね。それからこういうのも展示されています。これはベースの絵自体を俵屋宗達というこの本山高光悦と同時期に、えー、いた絵師が、えー、描いてですねこの上に色紙が載っているんですけど光悦が描いているというつまり、えー、と本山高光悦というのは画家ではなくてですね 光悦自身はいろいろ出生年月日、えー、そ没年期も全部はっきりしてるんですが、すが有名なね、この俵屋宗達というのは、生没年がほとんどはっきりしていないという、ね、画家なんです。有名なこの風神雷神図屏風っていうね、この絵の一番最初の図版を描いた俵屋宗達というの有名ですけども、このようにですね、コラボレーションというのがものすごく多かったわけです。つまりこの 絵の図案みたいなものの、えー、どういうものを作ってどういうところに配置するかっていうのも光悦、えー、が、まあ、ほぼ指示したのではないかと。で、創、まあ、達自体がものすごい腕がある絵師であるので、えーまあ、このコラボレーションというのがこの展覧会で見える見どころな部分であるということですね。そして有名なのがですね、このこれでございますね。鶴下絵十六花線和歌館というね、えー、ベースの絵を や達が描き、えー、と上に和歌を、ね、描き込んでいるんですけれどもその、えー、和歌を本光が書いておりますこれは、えー、実際には普通は下絵が完成してからその上に、えー、と和歌の筆を置いていくんですけどこれは絵自体のが墨の上に乗ってるというか絵の画材が普通に腕に乗っていることから実は、えー、和歌の 場所ををいいてから絵を描いたり、それから和歌の場所を絵に合わせてこう作っているみたいなこのの時代のデザイン性あふれる一品なわけですね。こういう意味であの本阿弥光悦というのはアートディレクターでもあるしアートプロデューサーでもあったっていうようなでこちらが、えー、本阿弥光悦の晩年の像だったというのを想像して描いた、えー これは上坂石家という京都のですね、まあ、近代になってからの絵,絵師ですね、まあ、明治大正昭和まで生きた上坂石家が、えー、ともう何百年も前の本阿弥光悦の、まあ、言い伝えを元に書いたという創造画ですこれが、えー、残っております光悦が実は何者だったのかっていうのはすごい家の出なんですねえっ、ー、と何かっていうと刀剣の あの作り手だったわけです室町時代の将軍足利家に、まあ、刀剣刀の御用機器というかですね、えー、の、まあ、祖先を持ちそれが豊臣秀吉になってからも刀剣極めどころというね、うん、の豊臣秀吉から命ぜられてまあ代々、えー、刀を,にを扱う家だったわけです。で本阿弥光悦の時代になってからも徳川家康になるんですが家康はこの本阿弥光悦本阿弥家をですね刀剣の それからえっ、ー、とまあ絵と鞘ですねそれの、まあ、装飾というか闘争、えー、という,言うんですけれどもそれの、まあ、役名を本阿弥家は、まあ、一手に受けて、まあ、それがいわゆる財政を支えていた。で本阿弥家は徳川家康に配慮されて、まあ、命ぜられて京都の少し 北の方にあります高根というところに光悦のこういう,う刀剣を、まあ、ちゃんと扱う村みたいなものを与えられるわけですねだからすごい評価を受けているまあ言ったら当時のアートディレクタープロデューサーえっとなぜそれが宗教と関係しているかっていうのはこれ重要なところでえっと徳川家康はい、まあ、わばその京都にその光悦村を拝領する時に刀を取り扱うわけなんでまあ言ったら たくさんの刀を持つということになるわけですねで。その集団が刀をたくさん持ってしまうと、まあ、当然権力を持ってしまうわけです。つまり、えーまあ、刀をくくりかざして、まあ、あの人の言うことを聞かせるであるとか、まあ、武士ではない方々が刀をたくさん持ってしまうとものすごい力を持ってしまうために一つはある意味宗教的な心の調整というのを命じ,命じたというのがあったんだろうと。 思うわけです。で、えー、本阿弥家というかですね、本阿弥光悦は、えー、と法華経日蓮法華宗の信者だったわけです。で、えー、とその本阿弥光悦が、えー、と徳川家康から拝領された京都の鷹峰の光悦村っていうところで、えーまあ、刀剣の管理をするとともにもう一つは、えー、とその日蓮法華宗の、まあ、大々的な布教というかですねそれの ま信仰を守り続けるという役目も応接かったということなんです。まつまりえっ、ー、と信仰心を持つことによってその刀を振り回したりえっ、ー、と人を切ったりということを戒めていく権威を振りかざさないためにっていうので刀とまあ、宗教を同時に与えるっていうのがこの本んはほん光悦光悦村のまあ、象徴するところだったんですね。だから、えー、実際には刀剣で えー、ものすごいそれからいろんなものを絵師に作らせたり描かせたりものを尽くさらせたりってするわけですけどもう一つ反面でですね徳川家康権力の方は宗教を信仰しなさいとということでその信仰をまああの守るというかですね、えー、そういう役目を負わせて、えー、とバランスを取ったわけですね。このの刀剣を見るににその裏側に まあ信仰心というかその宗教が盛んに行われていたっていうところもこの光悦を見る上では非常に大事なところなんです。そしてこれです。えっ、ー、と本上光悦は「法華経」の信仰心が厚かったので、えー、こういうのが残っております。えっ、ー、と「南明法蓮芸経」というのは「法華信仰」の本上光悦が書き残した「南明法蓮芸経」の筆というのもこのように残っております。ここ。 基本的ににを見るときですね、この阿弥光悦から始まる俵屋宗達を外するようになって後から緒方光琳という画家が後々近代になって琳派って呼ばれるんですけどその系譜を作ったところに、えー、まずは宗教が関わっていたということなんです。これがない限り琳派、えー、っ,っていうのは生まれなかったっていうふうに言っても過言ではありません。これはの巻物を納める、 箱です。これ、本阿弥光悦の策でございます。で、これがえっ、ー、とその当時から伝わる法華経の巻物ですねえーね。年日練習法華経の方はこれをまあ愛でに行くっていうところですね。これ、法華経を残ってます。それから立正暗黒論というね。 日蓮の書が残ってますけどもアートプロデューサーアートディレクターであった本阿弥光悦その裏に宗教家信仰心の厚いというところがこれは別に現代だと珍しいかもしれないですけど当時は普通なんですね本阿弥光悦と俵、えー、宗達によって作り上げられたこの巻物ありますけどもこういうなぜ、えー、何か仏像であったりそれから仏の姿であったりではなくて こういう鶴が飛んでいく姿であるとかあとは自然の、えー、まあ、風景みたいなものをこの頃からたくさん描くんですねでしかもその上にえっ、ー、と歌を読んで、えー、ねこういうデザインにするっていうかこういう図案にするっていうのは基本的にやはり宗教が変わっているんですなぜかというと日蓮宗以外の仏教であれば仏像を書いたり、えー、仏を書いたり たくさん作るわけですが日蓮法華宗っていうのは基本的にはその偶像崇拝や法華経自体に、えー、仏を拝むということよりは、まあ、自然の中にある神仏をですね、まあがめてその中に、まあ、いわゆる心のよりどころを求めていくっていうところもあったのでだから本阿弥光悦耶原蒼徹が描くものというのは基本的には物とか仏像であるとか人の姿っていうのは少なくなって。 自然であるとかまあ風景みたいなのがすごく多くなるわけですで、これをずっと後の尾形降臨であったりリン,パの、えー、リンパを継承していった人たちっていうのはそこをベースにまあ言うたら風景を図案化していくっていうことに、えー、重きを置いていくわけですねこれが実はずっと近代までつながっているということですつまりこれは図案の美術的な技術だけを継承していったわけではなくてこの 元にあった信仰心というのも、この図案とアートの精神とともにずっと継承されていっているわけです。つまりリンパからずっと継承されていっているものは、日蓮北家宗のこの考え方を継承していると言っても過言ではないってところなんですね。だからリンパであるとか、その近代のリンパと呼ばれるようなキンキラキを使っているうーねあの絵師の方もたくさんいらっしゃいますけど、 えっと、無自覚に、えっ、ー、と、信仰とか宗教と関係ないといえども。もし、リンパの影響を受けて、それを図案化して創出するということは。そこには、信仰の系譜っていうのは、必ず受け継がれるというふうに、えー。言ってしまって過言ではないんです。それと、見てる人、僕のほ僕のほがそれを見たときに。その精神を感じ取っていれば、そのリンパの精神を継承しているなっていうふうに。 読み取れるわけです。もしそこにリンパが継承してきたこの日蓮法華集の心が読み取れなければ、ある,ある意味口だけで、えー、継承していると言ってるに過ぎないっていうまあ解釈になるわけですね。法華経というか法華集をものすごくやっぱり日蓮によってですね、あの民間の、まあの人たちがすごく宗,宗教を扱いやすくなったわけで。 えと絵師の中にも相当法華宗というか日蓮法華宗の方々がたくさんいてですね長谷川東博であったり光悦が住んでいたすぐ近くには千利休も住んでいたので、えー、まあ楽家というのがそこにあるわけですだからまあ楽導入というかですねその代々その楽家にも法華宗日蓮宗法華宗というのは伝わっていますし後に本阿弥光悦田植えを総達を、まあ、絵画の祖として、えー 支縮したたも、えーまあ、完全な北家州だったわけです後々に実は北斎もまあ北斎いろんなあのねあの生涯のうちにいろんな宗教に出会ってあの関わりますけどもう北斎宗の日蓮北斎宗の関わりというのもものすごい強いです。でやっぱりその今言ったように風景画というとか北斎自身も富士であったりえっ、ー、と 日本の風景みたいなのをたくさん描くわけです。で、そこにはやっぱり法華経の精神、仏像を描かない、ね、えっ、ー、と神を描かないっていう法華経の精神みたいなところがそこには刷り込まれていて、北斎の絵の中にはその精神が継承されています。で、実はこれね、ちょっと話がずれますけれども、北斎の絵というのは海外に渡るわけです。江戸時代の末期に。えっ、ー、と浮世絵というのが、まあ、 いろんなもののオラン、えー、と長崎を通じてオランダの方からヨーロッパにどんどん流れていくんですね輸出品が。その時に、えー、と包み紙にしていた神、えー、が釣りンだったわけですね。で外国人はそれを見てあの日本の浮世絵にすごく影響を受けてですね、えー、19世紀の、えー、とヨーロッパの画家たちはその日本の浮世絵にものすごい影響を受けてるんですね。でそのの最も影響を受けた世代っていうのが えといわゆるマネから始まるルル・ノワールモネ・ドガの、えー、と印象派なんですつまり、えーとほまあ、浮世絵が与えた、ね、あの印象派への影響というのはそのも、えー、とは日蓮宗「法華経」華華経の影響を受けた北斎が、えー、と描いた風景をそのものを捉えるっていう感覚なわけです。つまり印象派の中にも実はこの日本浮世絵の影響どころかですね 西連北州の影響が実は流れ込んんでいるんだと。だから、ね、またこれは別の回で話そうかと思っていますけども印象派を日本人が好きなどっていうのはもう明らかにこの信仰心のベースを解析していけばもう簡単な話なんです。そこに日本人が惹か,かれているので印象派が人気があるっていう <laughs> 結論になってくるんですけどもこれは全部このね上に書いてあります東博から楽家から大型降輪から北斎まで。 ずっと日蓮法華宗の、えー、信仰心が強かった人たちが継承されているということでやはりね日蓮宗というのはものすごく分かりやすくてですね中世から、ね、江戸期にかけて信者が多くなってですねまあ、えー、今もあの仏教の檀下としてはものすごい量を誇っておりますで、えー、っとそういう形なんですがこの中の緒型降臨というのは、えー 大神光悦の、まあ、あのー、暮らしたお寺のね、すぐ近くに、京都の市内にあるんですけども、そこでそ、あのー、生まれて育つわけですけども、40代になるまでには散在、自分で遊びまくって散在するわけです。で、えっ、ー、と、その知られざる宝刀っていうのがありまして、これ京都なんですね。京都の、あのー、京都二条城があって五条があって、そのもうちょっと北の方ですね。で、えぇ、ー、明賢寺、明覚寺っていうのが、この、明見寺っていうのが、 大、えー、型降臨の檀家、まあ、だったわけですけどここに大型降臨が、えー、生前ですね、えー、借金をお寺にするわけです。でその借り貸し出し書っていうのがこの妙見寺には大量に残されていて、えー、と実はまあ大型光輪ね遊び人だってまあいろいろ遊郭であるとかいろいろあの自分が能狂言にか、ね、あのほうけるとかいろいろそういうことをやって えとその遊びで家業のあれを潰したって言われるぐらい伝説が残るぐらい宝刀なんですがその後40代になってからアーティストに転換するんでまるで、まあ、あの野心的な芸術家だっていう風にねあの捉えられてますけど <laughs> さらにですねこのお寺でものすごいお金を借り,借り,借りたという,ういう記録が残っているわけです。でそれはこの明見寺というですね日蓮法華宗のまああの 絵画なんですけど、そこが緒方光琳を支えたんです。つまり、光琳が描く絵というのは、えっ、ー、とまあ言ったら、日蓮法華宗に支えられて生み出されているっていうものが大半なわけです。だから、そこに何も、えっ、ー、と、その借りてるもの、元の、えっ、ー、と、信仰心というか、心が現れないわけはなくて、緒方光琳っていうのの、えー、ベースには、基本的に日蓮法華宗っていうのが流れているんだっていうふうに読,読み込まないと。 えと全部を見ててるっていうことにはなりません。で、これね、えー、と本芳寺っていうのがすぐ横にあって、これが光越のね、お寺でだったわけで、この辺りにものすごい固まっていたわけですね。ほんで浜本阿弥光越の、まあ、屋敷があったところっていうのはここにあって、さらにこの山の上の方にさっき言った光越村っていうのがここであるわけです。ここで刀を作ったりもしていたわけです。で、そのずっと後の世代に、まあ、あの親戚筋に当たるんですけれども、大型光林というのが生まれ、 えとまあ、祖先にあたる、えー、本阿弥光栄となり俵宗、えー、達を、まあ、自分の師匠っていうふうにして尾形法輪派後に輪派と呼ばれる、まあ、絵画の流派を作るわけですけどそれのベースを支えたのは実は日蓮のわけですこれねそういう意味で言うと、えー、アートなのかデザインなのか、えー、はたまたこれは不況信仰不況なのかということで言えばこれは全部 集ままっていますで、えっと、本阿弥光悦なり俵宗達が描いた、まあ、この図像というのは、えー、決して、えー、仏や神を描くわけではなくて自然にあふれるう人間の生命の循環をするところっていうのをに、えー、表せれるもので形がないんですね。形がなくて、えー、っと何か図像を生み出してそれを、まあ、信仰の表れのように表現していくっていうのはなかなか難しいわけです。 だから生活の用具の例えばいろんなものに刀の鞘であったりそういうところの中にデザインとしてこれは図案として盛り込むんですけれどもそれは今のようにかっこいいただかっこいいからとか色目が素敵だからっていうわけではなくてベースに何のし信じているものがあるかっていうのがない限り、えー、そういうものは作れなかったわけです。つまりデザインとこの信仰不況っていうのは同時にセットになってこの江戸時代の初期っていうのは 回転して使うわけですねそれがずっと何百年もリンパによって受け,受け継がれリンパも東京,東京でもね、えー、堺法一それから杉鈴木喜一、えー、と京都の方でも光悦の肖像画を残す上坂石火みたいにずっとこのき、えー、リンパも継承していくわけですけどそれは今,今で言うと図案デザインのようにして、えー、語り継がれていますけど基本的には この人々の心を救い心の迷いを、まあ、平静に保つ、えー、日蓮宗法華経人々を、えー、悩みから救うという、まあ、信仰のベースがあったから受け継がれていったわけで今からそのアートを見る時アートを読み解く時にその、えー、日蓮法華宗のものがあったのだと読み解いていくっていうのが、えー、っと本当のお見方です。で、えー、っとこの、 本上高越は多分たくさん入りますさっき言ったように西芝の檀家さんたちも多いわけですからつまりその本阿弥光悦の大宇宙というのはこの法華経が生み出すこの宇宙のことなわけです。なのでこういうタイトルの付け方を付け,付けているんですけどもまあいわやば光悦、えー、の ホケ宇宙というかですね、そういう、うん、信仰の世界みたいなのを表した展覧会と言い切っていいと思います。それぐらいの、えー、もう言い切りで見に行った方が真髄が見れていきますから、そのつもりで見ていただけたらと思うんです。ホッケ教日蓮宗というのはですね、現代にもずっと引き継がれているので、えー、っとその日練習の団家さんだけではなくてですね、この真、 新宗教に受け継がれたこの日蓮のええー、と精神っていうのがいっぱいいるんで、えー、この代表格が新宗教でいうと創価学会なわけですね。創価学会の信者さんというのは、この法華経日蓮宗の教えっていうのに通じるものがあるので、やはりこの高越天というのもたくさん見に行くだろうと思います。そういう意味で、まあ、そのうんと信仰心とちょっと違う、その宗派ではないっていう人が見に行く場合ですね。どう見たらいいのかってなるんですけど。 その人たちが感じているところをやっぱり受け取らないと100%この光悦、えー、のアートを享受したっていうことにはならないんです。宗教と芸術っていうのをアートで読み解く時にじゃあ芸術の一面だけを見ればその作品とかそのアートに関しては、えー、全部享受できるのかっていうとそれはもうほぼほぼ半面だけなんです。だからもしアートで読み解くんであればこの宗教がちゃんと半分以上。 そここをを補強してていいるっていうことを分かって見に行く方が、えー、とそれを見に行く価値が出てきますそれからこれからの時代ある意味ちゃんと分かって、えー、ものを作っていくそれから文化や、えー、芸術を継承していくっていう時代に入りますから、えー、今回の本「本阿弥光悦展」もあの3月までに一度見ていただいてでいろんな京都であるとかこれからもリンパそれから印象派、ね、の芸術作品を見る。 こととももあると思いますけれども必ずその絵を描いたところに、えー、とその描き手であ,るあったり描かせた人が信じているその図像を表そうとするでそれが必ずしも仏像や、えー、キリスト像やっていうことではできない、えーまあ、教えであったりそういう世界もあるのでそれを表すために、えー、偶像ではなくてまるで宇宙であるとか風景のようなものを創出して そここに心ののの現現れれを表現しているのだっていいるだっうのがこれがアートなんです、ね、アートというのは芸術というのは宗教と美術っていうのは根幹で根底が一緒になっているのでこんな風にして人間の心というのが喪失しているそれを見に行くそれから書き手はそれを、えーまあ、告白のように書き出すことで人々の心を打つっていうのがまあアートの真髄なわけですね。 ということで、えー、ニュース、アートから見る、後から見るというね、<laughs> のところにかけておりますけれど、アートでお見とくフーマダージア人でございました、えーっと。またこのようにですね、この宗教と芸術に関しては、えー、深掘りしていきたいと思いますので、えー、よろしければ高評価とチャンネル登録の方、よろしくお願いします。それではご清聴ありがとうございました